こんにちは、粟田洋介です。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私たち現代人の脳は原始人の時の脳とほとんど変わらないそうです。そのことについてはきっと私よりも詳しい方も多いと思いますので、今日はアーティストとしてその原始人の脳をどう生かしていくか、そんなことを考えていきたいと思います。で、昨日の夜キャンバスにバックグラウンドを作ったんですが、原始人らしく本能に従って描いたつもりなんですが、今日も引き続き描いていこうと思います。現代にいろんな人がいるっていうことは、原始時代もいろんなタイプの人がいたということになります。原始人と私たち現代人の違いはこの環境だと思います。科学的技術とかも発展してるっていうのはもちろんなんですが、絵を描く技術も原始時代の技術からどっかの誰かが新しい技術を考え出し、そしてまた次の世代の誰かが新しい技術を積み重ね、そして技術っていうのはどん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 上がり、現在に至っているんだと思います。私たちと原始人の違いはこの積み重ねだけです。この積み重ねっていうのはすごいことで、それを大事にして絵を描いていくっていうのも素晴らしいと思います。でも私の考えは、この積み重なった技術っていうのは誰かが勝手に考えたことです。なので、この積み重ねを取っ払って、原始人の自分が勝手に作った技術で勝手に好きなように描くっていうのは最も私が楽しいと思う描き方です。でもさっきも言ったように、いろんな方がいらっしゃるので、一人一人好きなように描いたらいいんだと思います。どんな描き方をしたって、私たちの脳は原始人とさほど変わらないそうですからね。今はもう梅雨に入っていますが、今日は太陽が出ています。原始人の方々もきっと雨が降り太陽が出てっていう生活を過ごしていたんじゃないかと思います。原始人の喜びも現代人の喜びもさほど変わらないんじゃないかと思います。なんかなかなか面白いスタートになってきたので、続きを書くのが楽しみなんですが、続きはまた今夜書いていこうと思います。
昼間描いた絵の続きをまた夜になって描いてるんですが、夜になると頭が働かなくなってくるので、また翌日描こうと思います。私は夜型なんですけど、人間っていうのは夜行性じゃないらしくて、こういうところも原始人と変わらないんだなって気がします。私は太陽の光が大好きなんですけど、なんか朝起きて太陽が出てて、出てない時もあるけど、まあ今みたいな梅雨の季節で雨が降ってても朝になると明るくなるし、夜になると暗くなります。当たり前のことなんだけど、その当たり前っていうことがありがたくて、そういう自然のサイクルに従って生活していると脳も健康になって、クリエイティブに作品が作れるというわけです。一日の終わりに夕日を見たりするとすごい充実した感じがします。科学とかそういうのの進歩によって生活の環境とかそういうのが急激に変化しているので、原始人とさほど変わらない脳はその進化に追いつけなかったそうです。でも現代人はもう今の生活に慣れすぎているので、自然の中で野生的に生きていくっていうのは難しいんじゃないかと思います。今うちにいる猫たちは生まれた時から家猫なので、外へ出たところで何をしていいんだかわからないようです。でも以前うちにいた猫たちは野良猫だったり外猫だったりしたので、外へ行くことによって家にいるよりもたくさんやることがあって、とても嬉しそうでした。何が言いたいかっていうと、例えば私とかはもう原始人の生活をしろって言われても、まあ家猫と同じような生活を送って大人になっちゃってるので、もう野生の生活っていうのは適応できないんじゃないかなと思います。でも野良猫も原始人も寿命がすごく短くて、原始人で今の私の年まで生きた人はそうそういなかったんじゃないかと思います。でも現在人っていうのは今の医学の進歩とか科学の進歩とかで長く生きることができるようになりました。健康で長い間人生を楽しめるっていうのは現代の素晴らしいところで、私は現代に生まれて本当に良かったと思っています。この髪型を変えたんですが、もうちょっと付け足して作品を仕上げていこうと思います。私たちは大自然が豊かなところ、まあ田舎のことを何にもないって言うんですけど、それは何にもないんじゃなくて自然がいっぱいあるっていうことだと私は思います。自然の風景を見たりすると気持ちが落ち着いたりするのに対して、逆に都会とか殺風景なところもたくさんあって、そういうところで長時間いると気持ちが沈んでいきます。まあそんな現代人の暮らす都会に、なんかちょっと植物があったりするだけで人の心がすごく変わると思います。自然のものではないのですが、殺風景な部屋に一枚の絵を飾るだけでもまた心が豊かになるんじゃないかと思います。絵が完成しました。これは自然の恵みというタイトルです。なんか原始人的な感じの絵にしなきゃいけないかなと思ったんですけど、私はそういう風に絵が描けないんですよね。まあしょうがないですね。でもなんか人の体とか魚の体とかがこんな風になっているのがちょっと気に入っています。
最初に原始人の脳をどう生かしていくかっていうことを考えるって言ったんですけど、ちょっと考えてみても特別どうしていいんだか私にはわかりません今までの脳が急に原始人になったっていうわけじゃないので、なんかいつもと変わらないじゃないですか。いろんな人がいて、原始人でも現代人でも一人一人違うので、一人一人の個性とか感性っていうのはどれも素晴らしくて、それは原始人でも現代人でも同じです。だから原始人をどう生かすっていうよりも、自分の心の声を聞いて作品を作ったり普通に生活したりするのが一番幸せなんじゃないかなと思います。前々から思ってたんですけど、アート作りっていうのは自然と共に生きていく手段の一つって感じてるんですけど、なんかそういう感じがするだけでなんか説明できないんですけど、多分太陽の光に当たったりとか自然の風景を見ることによって想像力が豊かになったりとか、あとは自分の本能に従って作品作りをしたりしているっていうのがなんか自然な感じがしたのかなと思うんですが、もしもそれってこうなんじゃないかっていうご意見のある方はぜひコメントで教えてください。このチャンネルではアートの楽しさ、モチベーションやインスピレーションをシェアできたらと思い動画を作っております。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。またこの動画が良かったと思った方はいいねやコメントなどをいただけるととても励みになって嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。